アブラハム・カイパーは、オランダの政治家、ジャーナリスト、神学者。彼は、反革命党を設立し、1901年から1905年まで、オランダの首相を務めた。ヘルマン・バーフィンクと共に、オランダ改革派協会の創立に関わった一人で、ある。コイペルと表記することもある。牧師の父と、元教員の母の長男として生まれる。 カイパーは1848年10月10日11時15分、10歳の時に会心を経験した。1855年、ライデン大学進学部に入学。ジャンカルバンの進学とヨハネス・アラスコーの比較教会論の学位論文を書いた。当時の大学は、リベラルのライデン学派の影響があった。子供時代の信仰を失い、信仰が後退していたカイパーは、講師のスホルテンが、 講師の中で、キリストの体の復活を否定した時に歓迎したほどであったが、後に後悔した。婚約者によって紹介されたシャーロット・ M ・ヨングのレッドクリフの相続人を読んで、子供のように泣いたカイパーは、再び神の午前にひざまずいて、祈りを捧げることができるようになった。ベーストで巻き替えを始める。貧しく平凡な労働者たちから、カイパーは多くを学んだ。 1867年に、ユトレヒトに招聘された。1870年に、アムステルダムに招聘された。1874年に、国会議員となる。1875年に招かれたド・ワイト・ムーディー、イラサンキー、ロバート・ピアソル・スミスらの伝道集会に参加した時、主の臨在の中にあった。1879年に、反革命党を結成し、 我らが工業を発行。ドレアンティ運動を導き、1886年、オランダ国境界改革派協会から分離し、オランダ改革派協会が形成された。1898年10月10日から、プリンストン上学校で、ストーン講義を行う。ライデン自由大学から、進学博士号1862年国会議員1875年に、ドワイトムーディー。 イラサン・キーラのリバイバル集会に参加自宅にて、研究中1901から1920、日本キリスト教歴史大辞典 P1322、近代主義とキリスト教 P149。ありがとうございます。